10月27日月曜日、本日の午後3時にですね、近畿エリアで木枯らし1号が吹きました。ここからはですね、まず皆さんからのリポートをもとにその状況というのを見ていきたいと思います。大阪府大阪市ののりさんからリポートをいただきました。16時34分にいただいたものです。冷たい北風が吹き始めました。木枯らし1号かなといただいています。体感的にもひんやり感を感じられているようですね。そしてもう一枚、兵庫県神戸市の節子さんからのリポートです。17時16分にいただきました。今日の昼過ぎはすごく強い風が吹いていました。また木枯らしだそうですね。昨日の夜は雨と雷の嵐でしたが、今日は台風並みの強い風でした。まだ冬ではないので肌寒い程度ですが、これからは寒さが身に染みてくる季節がだんだんと近づいてきましたね。季節がどんどん進んでいくような、そんな体感も感じてこういったリポートをしてくださいました。はい、ということでこの木枯らし1号についてですね、一体木枯らし1号どういったものなのか、皆さんからの報告でどんなことが見えてきたのか、そういったことも含めて予報センターの山下さんと一緒に、詳しい状況を見ていきたいと思います。それでは山下さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日木枯らしの、発表ありましたけれども、はい、一体どういったものなんですかね。はい、まあ、木枯らしと言いますとやはり、はい、この葉を吹き散らすような強くて冷たい風というふうな形で皆さん思っている方が多いかと思います。はい、木枯らしといえばやはりですね、冬の知らせを知らせるようなものだというふうに考えていますが、はい、まずですね、まあ、木枯らし1号が発表される基準はどんなものがあるのか、うんうん、そういったところを見ていきたいと思います。はい、こちらです。本日近畿地方で木枯らし1号が発表されました。まず木枯らし1号の発表と基準となるものなんですけれども、季節、まあ、二十四節気ですね、はい、の草稿ですね、草稿の、季節、ところから、まあ、冬至まで、今年で言いますと10月23日から12月22日までの期間において、気圧配置が冬型の気圧配置であること、はい、まあ、西高東低ですね、西に高気圧があって東に低気圧があると、そういった、冬型の気圧配置の時に、北寄りの風、ですね、北寄り、北北東から西北西、の風が最大風速8メートル、はい、秒速8メートル以上の風が吹くと木枯らし1号として発表されます。うん、そこでですね、今日の天気図見ていきたいと思います。こちらウェザーニュースの天気図チャンネルにあります天気図となります。こちら15時実況の天気図となるんですけれども、ちょっと隠れて見えないんですけども、こちらに低気圧があって、こちらに高気圧がある形となります。はい、まさに冬型の気圧配置という形になるんですね。そして現在ですね、失礼いたしました、大阪の近畿のですね、気象台から発表された最大瞬間風速ですと大阪で10メートルの風が14時28分に吹いたという報告が来ていますし、はい、その他の近畿のエリアでも11メートルから16メートルの最大瞬間風速があったという形になっています。はい、ですのでこういったかなり強い風が近畿地方では吹いたということが分かります。そもそもですね、木枯らしはどういった形で吹くのかというところがあるんですけれども、はい、まず、季節風というものがユーラシア大陸から吹いています。こういった形ですね、こういう形で風が吹いてきていて、こういった日本海側中心に、この風がぶつかってですね、乾いた空気になってきます。もともとは乾いた空気が入って冷たい乾いた空気が入ってきているんですけれども、日本海を渡るときにですね、水分を含んで、こういった日本の山々をぶつかって乾いた空気が吹き下ろすという形になっています。ですので、こういった形で木枯らしが発生するという仕組みとなっています。はい、そこで一つ戻りますけれども、まあ、こういった木枯らしが吹いた実際の近畿のエリアではどういった体感だったのか、こちら近畿の皆さんに、体感がどうだったのかというのを10分天気の報告で聞いてみました。ちょうどですね、木枯らしが吹いた時間帯14時から15時のところなんですけれども、特に注目していただきたいのはこちらですね、15時の皆さんの体感なんですけれども、やはり寒いと
という報告が 50% を超えています。はい、はい、ということでやはりですね、皆さんもこういった寒い強く風が吹いたことで寒さを感じたということが、ね、はい、皆さんからいただいた体感でも分かったという形になっています。はい、はい、木枯らしが吹いた後はですね、やはり気温がだんだん下がってくることもありますので、今日から明日ですねにかけてかなり寒さが強くなってきます。体感にも注意していただいて、体調崩さないようにですね、暖かい服装でお出かけいただければと思います。そうですね、はい、わかりました。山下さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでだんだんと季節もどんどん先に進んできていますね。皆さんもしっかりと寒さ対策を行って体調管理にご注意ください。以上、本日発表された木枯らし1号についてお伝えいたしました。